こんにちは、ケーナー奏者のレンです。いつの間にか工房寒くなりました。今日はですね、ケーナー用のね木なんですけれども、パープルハートっていう木があって、ちょっと紫っぽい木なんですけど、これをですねちょっと切り分けていこうと思います。今多分3メーターぐらいでちょっと買ってきたので、それを切らないといけないので、それをね小分けにしていく作業をやってみます。では、2m75、 そうですね、とりあえず G 管を取れるぐらいの長さにしたいので、80ぐらいで一旦カットしようか。こんな感じで塗っとくと、6本、一応6本取れるっぽいですね。
そんなわけでですね、先終わりました。まずですね、こういう棒ね、ケーナの元が、12本で、ケーナです。ケーナで言うと、これ半分でできるから12、24、24本分と、それから、こういうね、板ができました。まあ、この板の方はね、ちょっとケーナケースでも作りたいなと思ってたので、そっちに使おうかななんて思っています。で、ちょっとね、これパープルハートってちょっと面白いんですよ。見てもらうとわかるんですけど、ほら、こっちね、紫っぽいでしょ？で、切り口はね、結構茶色いんですよ。で、ちょっと色が違う。で、これがなんかこう、空気に触れるか紫外線に当たるか何かで、色が紫っぽく変化していくらしいんですけど。なのでね、とりあえずはね、しばらく置いておかないと色変わらないということでした。今日はここまで。では、また。